ったバッグどこに収めたかな。最近クローゼットの整理もしてないから、中もぐしゃぐしゃだし、いろいろ散らかってるし、これをきっかけに部屋中掃除しようと。女の子の部屋が汚かったらハルト君も嫌かもしれないし、っていうかこの箱なんだろう、中には何が。あ、ずっと前に買ったハートのメガネか。これ確か文化祭で使ったのよね。その時は頭にかけてるだけでつけたことなかったけど、つけてみたらどんな感じなんだろう。見え方は普通だな。でもこんなメガネもう使うときないよね。そうだ、みーちゃんまーちゃんならいるって言うかも。みーちゃんまーちゃん、ママみーちゃんとまーちゃんは、あの二人なら今公園に遊びに行ってるわよ。そうなんだ。っていうかママ、この赤い糸何？赤い糸？何のことを言ってるの？これだよこれ、腕についてるやつ。え、見えないの？腕？ブレスレットも何もつけてないけど。っていうかそのリカのメガネこそ何？面白いものつけてるわね。あれ？メガネを外すと赤い糸が見えなくなった。でもまたつけると、あ、やっぱり見える。メガネをかけると見える。これは一体何？ただいま。今日は仕事が早く終わったから早く帰ってこれた。おかえりなさい。ほんと早かったわね。え？パパにも赤い糸がついてる。そしてその糸がママとつながってる。赤い糸、そしてママとパパ、もしかしてこれは運命の赤い糸？そして私のこのメガネはかけると赤い運命の糸が見えるメガネなんだ。すごい、まさかこんなの持ってたなんてね。ってことはもしかして私にも。よかった。もちろん相手はハルト君だよね。辿っていったらわかるのか。確認するのはちょっと怖いけど、運命を信じて行ってみよう。周りを見てると運命の糸がある人もいれば、ついてない人もいるね。ついてない人はまだ相手が現れてないってことなのかな。あ、あそこのアイス食べてるカップルはラブラブ。はい、やめた。あーん、きなこもあーん。あーん、おいしい。このアイスの味がいいのもあるんだろうけど、やっぱりヤマトに食べさせてもらうと美味しさがアップだよ。やめろよきなこ、恥ずかしいだろ。いやー、見てるこっちが恥ずかしいぐらいラブラブだわ。運命の糸で結ばれてるから、きっと結婚するんだろうな。へっへー。あ、あの子だ、持ち歩いて危ないの。運命の赤い糸なんてこれでちょん切ってやる。あー、糸が切れた。やだやだ、キモいキモい。なんでヤマトそんなに私の近くにいるの？お前こそ今俺のアイス一口食べただろ。キモいからやめてくれよ。それはこっちのセリフなんだけど、マジでそれ以上私に近づかないで。お前もな。え？ラブラブなカップルなんか見たくねえんだよ。やっぱりそうだわ。それにずっと言おうと思ってたんだけど、ヤマトマジで口臭いんだよね。近くで話すだけでプーンって匂ってくるからやめてくれない？うわ、お前最低だな。お前こそ女のくせにおならブーブーしやがって、もっと遠慮しろよな。あんただって人前でおならぐらいするでしょ。もういい、終わりよ。運命の相手だと思ってたけど、とんだ大間違いだったな。一生私の前に顔出さないで。おうおう、お前こそ俺の前に現れないでくれ。ふっ、さようなら。違う違う、確かにあなたたちは運命の糸で結ばれてたの。なのにあの子のせいでもういなくなってるじゃない。止めなきゃ。これ以上ラブラブなカップルがあんな目に遭わないように、一体どこに行ったの？ラブなカップルが喧嘩して言い合う姿は何回見ても面白いよね。大好き
きとかこれからもずっと一緒だよとか言ってるくせに、俺がチョキンって切るだけでその恋は終わるんだからね。お、またまた運命の糸で結ばれてるカップルがいたぜ。あ、あ、やっと見つけた。ちょっと君って、この子の先にいるのは翼ちゃんとレン君。まさかあの二人の糸も切れたじゃん。だからごめんって、翼ちゃん別に悪気はなかったんだよ。悪気がないわけないでしょ。すれ違う女の子を見ては、翼ちゃん今の子見た？めっちゃ可愛くない？あっちの子すっごいスタイルいいよねってさ、他の子ばかり褒めまくって、何が悪気ないよ。確かにそれは言ってしまったけど、翼ちゃんが一番可愛いのには可愛ないって。だからって他の子ばかり可愛い可愛い言われるこっちの気持ち考えたことあるの？この女の子好きで見て、そこまでしなくても。うん、あと10回ぐらいは叩かなきゃ気が済まない。あれ、俺ハサミで切ったっけって思うぐらいこのカップル仲が悪いな。運命の赤い糸は切れてないけど、この感じほっといてもきっとすぐに別れるカップルだ。じゃあいい、ほっとこう。あれ、言っちゃった。絶対切ると思ってたけど、翼ちゃんたちがちょうど喧嘩してたおかげで助かったのか。二人がたまたま言い合っててよかった。だけどラブラブなカップルを見たら、あの子はきっとまた切るはず。それは大変。ジョージ、歩きすぎてリンダ疲れちゃった。それならここで休む。イエーイ、ほら隣に来るといい。イエーイ、僕はなんだ、気に食わねえな。お母さんとお父さんの仲が悪くなったら子供たちは。まあパパ、これから私たちはどうしたらいいの？一緒にいたいパパって絶望を味わうんだろうね。でもこの家族がどうなろうが関係ねえ。俺はイチャイチャしてるやつが大嫌いなんだ。ダメは。
幽霊が見える子で誰からも不気味がられてた。でも根は優しく、不登校がちな俺にも優しくしてくれた。あんた久しぶりに見たけど学校来たんだね。偉いじゃん。え、人は心が原動力だから、心はどこまでも強くなれる。だから気持ちを切り替えて明日からもう学校来なよ。この子こんな俺に優しくしてくれて、もしかして俺のこと好きなのか。俺は初めての恋をした、っていうか運命の人だと思った。でもその子は次の日転校していった。俺たちは運命の相手だったのに、なんで離れていったんだ。俺は1年間その子のことばかり考えた。そしてたまたまある日その子を見かけた俺は、あれは僕の運命の相手。やっぱり僕たちは運命の糸で。シオンが今日ずっと見てくるから授業やりにくかったんだからな。だって自分の彼氏だからなんか言うのも恥ずかしいけど、レオってほんとかっこいいなって思って。なんだよそれ。でもシオンもやっぱり可愛い顔してるよな。なんか猫みたいっていうか。猫？俺は絶望した。あの子は運命の相手だったはずなのに、なんで彼氏がいるんだ。そこから俺はカップルを憎むようになった。特にイチャイチャしてる仲良しカップルはあいつらを思い出して腹が立ってくる。でもその子が運命の相手っていうのはあなたの勘違いでしょ。その子から好きって言われたわけでもないし、優しくされただけで運命の相手と思う方が間違ってるよ。うるさいうるさいうるさい、絶対あの子は俺の相手だった。ちょっとそれは危ないから落ち着いてよ。リカちゃんどうしたの、大丈夫？あ、ハルト君。なんだ、もしかしてお前たちもあるな、赤い糸。お前たちも運命で結ばれてるというわけか。ちょうどいい、今ここでお前らの仲も壊してやる。いや、やめて。うん、切れない。なぜだ、どういうことだ。くそくそ、赤い糸？僕には見えないし何のことかわからないけど、本当の愛は絶対に切れないってことじゃない？そんなことあると思うよ。君はまだ出会ってないだけで、本当の運命の人は絶対いるはずだし、君もこれから出会えるといいね。自分にとって本当の大切な人に。特別な人？うん、出会えるように私は願ってるよ。ただ今までみたいなことしてたら絶対現れないし、友達もいなくなっちゃうから、そこは反省しなきゃね。自分の人生は自分次第でいいものになるんだから。自分次第でいいものに。わかったよ、ちょっと自分を見つめ直す。うん、もしまた会った時には特別な人を見つけれてたらいいね。その日を楽しみにしてるからね。何のことなのかいまいちよくわからなかったけど、人の幸せを本気で願ってるって、やっぱりリカちゃんは優しいね。当たり前のことだよ。この運命の赤い糸、本当に見れるようになったら見てみたいって思った子は評価をぜひ。私が運命の赤い糸が見えるメガネをかけるというリクエスト、ありがとうございました。それじゃあまた次の動画でね。バイバイ。